明日何時にできるか分からん。何時までだろう稽古。全然見えません。どうしよう。あのあとサラダ食べて、お味噌汁もちょっと食べたけど、なんかお腹いっぱいでいいやってなって、多分このあとお腹すきそうなんですけど、で台本覚えようって思って台本開いて、もごもご言ってたら気づいたらぼーっとしてました。そしたら目覚ましが鳴って、あ時間だって思って今。30、難しいよねこのさスケジュール考えるの。19時にできると予想。予想だよ。むずい。ダメだ。後で考えよう。頭が回らない。じゃあ私は今からチーム A のね、重力シンパシー公演を見て、なんて言うんですか、実況コメントたりみたいなしたいなって思うんですけど、もし、あでも、まあ、伝わらないかもですけど、私が頑張って口で説明します。あのね、実はまだ見てないんです、自分が出た公演ちゃんと。あテロップテロップだって、テロップテロップ、イベント参加中。なんか候補のやつ押してったらすごいすごい、なんか候補イベントって言ってやったらイベントって出てきて、そしたら参加って出てきて、参加ってやったらさせてって出てきて、押したらいただいてってきて、押したらおりますのでってきて、そしたらよろしくお願いって出た。すごご丁寧な言葉。確かにさすがコンピューター。そうでね、まだ見てないんですよ、自分で自分が出た公演を。ちゃんとはさらっと見たけど、ちゃんとは見てないので、ちょっとだけ見ようと思います。高画質で見たい。びっくりした。あ今オーバーチャー始まった。これさ本当にびっくりする。えもうコールありになったのって毎回思う。まあ毎回って言ってもそんなにあんまり出てないんですけど。すごくない？録音したってことだよねきっと。どういうことなんだろう。それか今までのなんか劇場公演のさあオンデマンドとかに載ってた音を入れてんのかな。だって結構大人数の声に聞こえるよ。でもやっぱ嬉しい、こういうコールが聞こえるのは。てか早くコールありになりたいですね。なかなか無理なのかな。
いざ本当にコール復活したらメンバーに感動してもらえるのかな。めっちゃ感動しますよそんなの。あ、始まった。え、こう見えてるんだ。え、かっこいい。なんか裏から照明当たって影だけってめっちゃかっこいいよね。このさ、移動がギリギリすぎてさ間に合わないのよね。わー、なんかええって感じの衣装、赤チェック。うわ、なんじゃなん、なんて言ってんだ。あ、ポニーテールが私ですよ。短ポニーテールが私。タカタカタタタタタ。やばい、めっちゃ見ちゃうねこれ。みおさんかわいい。赤チェック似合う。これね、結構振りが難しかったです。女神はどこで微笑む、ここはずだよ。歌ってる私。その場所から見ているはずさ、女神はうちに味方する。で、なんか、あ、ここ1なんだ、今知った。そう、なんか結構かっこよく踊りたい振り付けなんだけど、あ、私歌う。チャンス、チャンス、透明のドア。さやりんと歌割りなんです。あ、で、結構かっこよく踊りたい振り付けなんですけど、ヒール、ブーツのヒールが結構高くて踊るの難しいっていう。でも衣装が本当に全部可愛いよね。赤チェック。元は穏やかに、あ、落ちちゃったうんうん、はい。ねえ、波は誰に微笑む、どっちに。ここ好き。こっからの感想がね、女神の感想あるんですけど、吐けるのよ一回みんな。でさ、劇場公演あるあるで吐けて衣装をね脱いでるとか、なんか上着脱ぐとかしてんのかなと思いきや、何もしてないです。はけてから袖で待ってるの。でもそのステージ上に2人きり残るっていうのがすごいかっこいいなって思った。実ははけて袖にいるんです。ただセリちゃんかわいい。セリちゃんとかあんまやったことないけど女神、ちゃんちゃんちゃん、いるはずだよ。成り行きをその場所から見ているはずさ。うわ、なんか鏡見てる私。あ、鏡じゃない、カメラ見てる。ここ1なんだ。私1人でパワーでやってた。やばいやばい。せいちゃん、あ、やっぱさ、セリカのダンスが最強すぎて、お、照明かっこよ。あ、一緒に帰ろう、来た。ハートのベクトル、私知らなかったです。知ってました？可愛い曲だよね、なんか青春。これもめっちゃ振り付け簡単でした。ありがたいぐらい簡単だった。知ってた。あ、せいちゃん似合う。めっちゃ簡単なのこれ。みんなも振り真似できるよ。
ずちゃんかわいい。シペダル買いだけど次第に遅れてくから僕を待ってていつもの駅で一緒に帰ろう。簡単だよこれも、繰り返しだから。ちぼ君は電車そして僕はチャリンコで一緒に帰ろう。え、さゆりんかわいい。ちぼ時刻通りに待ち合わせてハートは同じベクトル。お、さゆりんスタイルいいよね。足長い、足綺麗。かわいい。もう振り付けが簡単で本当に嬉しい。そればっか言ってるけど出る先は次の駅だよ、まっすぐに行こう。愛の手拍子も聞こえる。本当だったらさ、どうやってコールするの？てかコールってさ、法則とかあるんですか？なんかこの時はこう言うみたいな。超絶可愛いとかさ、マリ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 アみたいな時あるじゃないですか。その差は何ですか？その差は何？すごい気になる。フィーリング？マジ？すごいね。フィーリングでさ、みんなが同じになるってすごくない？あ、間違えたって時とかないんですか？一緒に帰ろう、この道を君は…え、すごい、みんな雰囲気とかノリで、すごいね、マジか。そうなの？コール忘れつつある。やだ、忘れないねいつか言う時のために覚えとこう。でもそうだよね、2年半ぐらいコールしてないんだもんね。手拍子かペンライトでしょ。寂しいね。あ、重力シンパシー来る。ワンツーちゃんちゃんちゃん、はいはいはい。あ、足めっちゃ上がってる。みんなすごい、めっちゃ足上がってる。重力シンパシーいいよね。ミネルヴァ思い出す。え、かわいい。あ、来た、マリセリ。ちょっと恥ずかしい、何度恋をしても慣れないね。ね、ミネルヴァめちゃ懐かしくない？でも神公演だと思うんですけど、私的にはセトリ良いよね。え、かわいい。今度真似しよう。なんかこうやってちゃんとオンデマンドしっかり見るの本当に久しぶりかも。あ、映った。何の髪型がいいかな、もし次出るとしたら。
いいな、ショートカット、ショートカットしたくなってきた。影影で見えなくなる。そう、ポニテ、今回はポニテしたんですよ。え、今日の県民賞めっちゃ群馬、マジマジ忙しい。何番だっけ、6かな。何番、4番。本当だ、群馬は忙しい忙しい。群馬は何でやって、群馬はプレハブ多め。プレハブってなんだっけ、プレハブってなんだ。あ、ロバートの山本さん、群馬代表。プレハブってなんだ、プレハブ特集、簡易的な建物。ああ、なんかこういうボコボコしてるやつ、一枚板みたいな、こういうなんかこうプラスチックみたいな、プラスチックじゃないんだろうけど。やばい、プレハブを調べたい。青とかのやつ、あ、え、めっちゃあるよ。え、めっちゃある、壁も屋根もプレハブの家とかある。あれがプレハブだとしたら、あ、やばい、重力シンパシー終わった。あ、私が映った、ちょっと終わったんでプレハブ調べよう。プレハブ、あ、あ、確かに周りプレハブだらけって言ってる。え、これでしょ。え、全然あるんだけど、私の周りお米屋さんもプレハブ。うん、あのお米をこう何、こうなんて言うんだっけ、精米するところもプレハブ。へえ、なんかスーパーの駐車場とかにプレハブのがポツンとあってやってたりとか。上州プレハブ王国最前線群馬県だってプレハブ王国って何何の話？プレハブトーク長いな。あ、止まっちゃった。てか止めたんだけど、なんか元の画面戻っちゃった。ユニット見たい。何分まで？10時までだよね。 MC 飛ばさせていただきます。ねえ、そのまんまでだっけ、好きなんだけど。そのままで変わらないで。衣装めっちゃ可愛い。私デニム好きだからめっちゃ羨ましい。サヤリンの歌声マジで最高、似合ってる衣装。え、セリちゃんかわよ。なんか膝下のこのなんていうんですか、足首隠すなんていうの、レッグウォーマー的な、なんか時代を感じる、懐かしい。めっちゃかわいい、この衣装着たい。もしシンポジ覚えるとなったらここやりたいな。可愛くない？そのままでの衣装。待って、まだプレハブやってんだけど。君は自由さ、ねえ可愛い、本当にこの衣装いいな。歌もいいしね。やっぱりみんなこの衣装かわいいって言ってる。あ、
プレハブ終わっちゃった。プレハブ終わりかな。全国のナイスキャラキッズを一挙大公開。あー終わっちゃった。今日は木曜日。あアメトーク今日何やるだろう。ビリヤード芸人だって。そのままで頑張れない。ねえマジ一生かわいい。いいな。え本当にかわいい。誰の衣装でもかわいい。サヤリンのもかわいいし、マチャリン、あれサヤリンとマチャリンって全く一緒。でもセリカの白が入ってんのも超かわいい。え？めっちゃかわいい。もう忙しい。え？やばい。星野源さんがテレビ出る。なんかお腹出る衣装多いねチーム A。 ねえやばい、みんなキラキラしてる本当に。でもさこの曲超歌詞良くないですか。なんかサビがめっちゃ出てくるじゃないですか。そのままで変わらないでっていうフレーズがずっと出てくるじゃないですか。ほらまたサビなの。これずっとサビ繰り返してくるんですけど、なんかそれくらいすごいなんか心に響くよね。めっちゃそのいい言葉、それくらい伝えたいんだって思う。待って待って待って、プリーズドントチェンジがめっちゃめっちゃさネイティブなんですけど。さすが。ねえかわいい。えかわいい。いいな。大丈夫、私ただ一人で見て喋ってるだけなんですけど、しかもいろんな話題、本当にごめんなさい。しかもこれよろしくお願いまでしか入ってない。します、しま、お願いします。じゃじゃ、ねえかわいい、この衣装着たい。私この衣装着たいってすっごい思ったことないんだけど、まああるけどこんなにも思ったの初めてかも。あ私出てきた青。なんか衣装に負けてる。もっとぶりっこしなきゃなんだね。でも青でよかった。表とは違う。え、これパチパチしないの？まさかのだけど。胸がときめいた。来るよ。パチパチするのどっち？しないんかい。めっちゃパチパチしてたわ。メモろ。もう。女神。手あげるところところパーじゃなくて1でしょ。でカップリングイズサビパチパチしない。会えた気がしたんだ。え今私の太もも落ちた。優等生またサビきた。
やっぱしないって、パチパチ。でもまた来るよ。一人だけパチパチしてる。なんかこういう振り他にもありません？なんじゃんじゃんじゃん、優越感、イエイ。まっすぐまっすぐまっすぐ進むだけ、イエイイエイイエイだ。一人キャラを隠してる。できることなら両方、光も影も愛して、そのすべて手に入れたい、恋の裏と思って。きた、サビ。パチパチするのか。一人だけしてる。知らない顔に胸がときめいた。え、ここパーなの。グーでしてたわ。回るところパー。あとね、ずっとね、君のカップリングウィズってやってたの、当日まで。そしたら本番直前に、これ3ですよって言われて、ウィズでした。でもね、なんかね、8メンバーでやったことある人にね、こっちだっけ、こっち、どっち、振り振りじゃ分かんないんだけどって聞いたら、こっちじゃないみたいになって、こっちだと思った。こっちでした。でも確かにCW だよね、カップリングウィズってことだよね、だと思ったけど、ウィズ。金木犀見よう。歌姫。めっちゃ緊張しそう、こんな歌だけとか。え、綺麗すぎ。あ、来ました、スリちゃんのララバイ。なんか待って、このさ、オンデマンド見てるときセリちゃんって言っちゃうんだけど、なんかファン。セリちゃんとか本人に呼んだことないわ。これ本当にやばくないですか、セリちゃんララバイ。なんか振り付けの一個一個に全部がやばい。めっちゃ練習してたもん。なんか本当に歌って踊ってステージ上にいるのが本当に好きなんだなって思った。チーム A で一緒になって、一緒にリハとかしてて、ねえ、ほんとすごい。髪の毛まで踊ってる、マジで。どういうこと？ダンスも上手いし。え？鳥肌立ってるんですけど。てか絶対今声でかいわ。ねえ、マジかっこいい。もうお手上げ、お手上げ。もう推しメンですよ。もう全員推せる、マジで。全員だってさ、素敵なところがあるんだもん、それぞれ。え、もうほんとずっと映しといてほしい、カメラお願いだから。でもなんかセリカに本当に良かったよみたいに言ったらね、いやでもまだ反省点いっぱいあるねんみたいな。どこがって言ったら、最後の決めポーズとかフラッとしちゃうところ、自分で見てて悔しいねんみたいに言ってて、いやいやいや何言ってんのと思って。本当に最強なんですけど。てか肌白。え、すごっ。え、めっちゃあざできそう。え、頭ぶん回してんだけど。え、すごい激しい。めっちゃ首痛くなりそう。2番のサビやばくない？筋肉痛案件。
すごっ。え、やばい、首絶対、え、首やっちゃうって、すごっ。2番のサビ、首絶対やっちゃう。てかお客さん手拍子できてんのすごっ。私だったらもうってなっちゃう。こんな音出せる手拍子できんのすごい。え、マジかっこいい。なんか上島にこう移動してきた時とかさ、あ、来たってなりそう。絶対嬉しくない？こんな。え、かっこよ。え、鳥肌。サブイボ、サブイボ。私カップリングイズ終わってから間1曲しかないと思って超ダッシュで着替えて、やばい間に合わないとか言ったら、お手上げララバイ始まってよかったって思ってた。あ、金木犀来ました。私漏れてる、ちょっとこの衣装似合ってる、自分で言ってるけど。なんか自分のってすごい真剣に見ちゃう、しかも荒探し。なんか私はなんか体型的に首が詰まってるのダメなんだよね、重いの。だから軽い衣装の、なんていうの、露出が割とある衣装の方がね、漏れるの。でもさ、本当にさ、歌詞がいいじゃないですか、金木犀って。だからすごいなんか歌詞を届ける気持ちで歌ってみました。なりたい。え、私さ、腕長くねえか？え、腕長くねえか？なんか。え、かわいい、みおんさん。回すのかな。金木犀、金木犀。するだろう、した。時間やばい、まさかの。終わった。やばい、51分じゃん。なんか一人で盛り上がっちゃってすいません。楽しかった。続きも見たいところですが、中盤とかめっちゃ見たい。え、見たい。
雷鳴大好き、見たいな。でもあと8分だからやめとくか。見終わった、すいません、なんか一人で、本当に一人で見て楽しんでしまった。大丈夫そうだった？うるさかった？なんか絶対声でかかったと思うんだけど。一人だけ楽しんでたよね、すみませんでした。もう10時になっちゃう。ありがとうございました、見てくれて。次は11時15分からです、よろしくお願いします。え、 A 公園行きたくなりました。だってえ、なんか A 公園来てほしい宣伝みたいなつもりでやってないのにさ、そうなったってことは本当にいい公園ってことかもしれないね。これもなんかいい宣伝みたいになってるけど。だよね、絶対声でかかったよね。だってイヤホンの音でかくしてたし、なんかそれに負けじと興奮してしまったね。でも私がさ、いつ出れるかわかんないんですよ。なんかさ、稽古始まっちゃったしさね。しかも同じポジがね全然いるっていうのもあって、そうなんですよ、出たいんだけど、でも次いつ出れるか分かんないな、本当にね。しかも稽古7月でしょ。出たい、もう、はあ、で私が出るときに来てください皆さん。やばいやばい、54分、ランキング見ます。32位、ミツ。え、すごくない？ミツってだってさ、ミツじゃん、ミツで32位じゃん、すごくない？え、すごい、すごい、ありがとうございます。31位、ゴールド888、ありがとうございます。30位、ワンタン麺、ありがとうございます。29位、虹色の空、ありがとうございます。28位、長井食堂のもつ煮、ありがとうございます。27位、たっくん、ありがとうございます。26位、タイラアットグンミニア、ありがとう。25位、コバグンミニア、漏れてるというより元が可愛いんじゃ。そうかな、元が可愛かったらいいんだけど、ありがとうございます。23位、おやちゃん、おやちゃん、ありがとうございます。22位、ツバマナアユ、ありがとうございます。21位、コウジ、ありがとうございます。20位、ヒロノリグンミニア、ありがとう。19位、ヒログンミニア、ありがとうございます。18位、ホワン、ありがとう。17位、ニシ君、ありがとう。16位、ミヤコブルーグンミニア、ありがとうございます。15位、ナリゾウ、ありがとう。14位、カズ100、アンニ一生神推し、ありがとうございます。13位、チャーパワーワードは勃興賞、待って、勃興賞朝から忘れてたわ。勃興賞、ありがとう、勃興賞。あ、ランキング変わった？今どこまで読んだっけ？パワーワードは勃興賞まで読んだよね。13位、ヤッチ、ライブ反省会お疲れ、ありがとうございます。そう、反省会になっちゃった、反省メモ取っちゃったよね、ありがとうございます。12位、ジェリー、ありがとうございます。11位、ユーユー、ありがとう。10位、タッチゴールグンミニア、ありがとう。9位、タートシグンミニア、実はミネルバ初日入りました。そうだったんだ、ミネルバ初日、やば、懐かしすぎ、ありがとうございます。8位、ジャングンミニア、ありがとう。7位、シーちゃん、ありがとう、シーちゃん。6位、ハギハギももちゃん大好き、ありがとう。5位、フットグンミニア、早く A 公演入りたい、私も早く A 公演入りたいです、ありがとうございます。4位、リョウ幕張のグンミニア、ありがとう。3位、船長グンマニア、船長、ありがとうございます。2位、カズミングンミニア、エビエビエビ、ありがとうございます、エビ。1位、ソウスケグンミニア、
群馬の四方を耳に乗せよ。ねえ、四方って何？すごいってこと？すごい宝ってこと？やばいじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。私はこの後お風呂に入りたいけど、今日は入らずにまずは雷鳴を見て台本を覚えるっていうことをしようかなと思ってます。だから今日のオールナイトできませんはもしかしたらお風呂上がりじゃないかもしれません。だって昨日のなんかお風呂上がりの自分がやばすぎて反省したちょっとさすがにやばいかなみたいな。でもそしたらね、迷う。まあ、とりあえず雷鳴見ます。この後雷鳴見てから決めます。でも今日のオールナイトできませんのお便りもここにキス書かなきゃ、手書きしなきゃ。だからお風呂入るかどうかは未定となっております。あと2分。え、私本当にランキング読むのめっちゃ早くなってない？すごいよね。てか雷鳴見よっかな、今やめとけって感じ。あと2分で。でも雷鳴何分ぐらいだろう。え、待って、テレビに映せるじゃん、オンデマンド。あ、やってるやってる。来た来た来た。待ってた時よりまばたきするように少し遅れてない。え、この衣装かわいいよね、白のキラキラみたいなやつ。え、マジで好き。雷鳴ずっとやってみたいと思ってて、まさか8人バージョンが初めてやると思わなかった。これさ、本当に照明チカチカしててさ、本当にね目回るかと思った。踊りながら本番で知ったから、こんな照明がすごいって。リハーサルは照明なくて本番になってめっちゃビビった。ピッカピカで。マジいて頬に雨粒帰れないねって君が言った。なんで苦しくなる。やばい、時間やばい。恋だった。サビ1サビだけ見るね。二人の若さは不器用で見つめ合うことさえできなくて。この衣装本当に可愛い、みんな似合ってる。このその片隅に隠してたイタセクスアリスと片思い。イタセクスアリスと。お、ちょうど10時。本当雷鳴いい。いつか4人バージョンもやりたいな。なんかスタンドマイク系がやりたいです。雷鳴とかブルーローズとか、あとナタシャ君の名前をもう昔やったけどやりたいって思いました。ではバイバーイありがとうございます。この時間を見てくれて。じゃあ夜会いましょう。バイバーイ。